メイです。ゆさです。ピンク、ラテ、ティー、ビン、始まるよ。はい、本日は皆さんに大切なお知らせがございます。まず、簡単に言うと、今日でピンクラテ TV の投稿は一旦休止になります。はい、ちょっと楽しいんですけど、まあ、今まで毎週金曜日とかね、動画が上がってたと思うんですけど、ピンクラテ TV 自体、一旦7月いっぱいで休止となります。でもね、休止だからね、また再開するかもしれないし、個人のね、インスタとか TikTok とかは全然いつも通り動かすので、今度は個人個人見に来てくれると嬉しいし、引き続き応援してくれると嬉しいですってね。もしね、また再開した時はまたみんな笑顔でこのチャンネルに戻ってきて、ただいまーって言えたらいいですね。だからね、そんな場所もね、まだ残ってはいるんで、また戻ってきた時、みんなでまたこうわちゃわちゃとね、動画撮れたら嬉しいし、視聴者さんにも楽しんでもらえたらなって思ってるので、今は一旦私たち個人の応援してくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。今日が急に最後ということなんですけど、そのまま終わってしまうのが悲しいということで、思い出に浸りたいなということで、ちょっと振り返ってみましょう。ピンクラテを、私たちが入ってきたのは2年前、ちょうど2年前くらいに、ゆずはちゃん、めい、せりちゃんの3人でチームメンバーとして入ってきましたね。その時6人体制だったね、そうだから先輩3人いてね、すごく心強かった、でも最初の撮影ガチガチだったんだよ、覚えてる？なんか音がそうなんです。やっぱ初撮影ってことになって、マネージャーさんとかも来てくれて、動画撮影だけじゃなくてスチール撮影も一緒にやってたんで、結構大きめのスタジオでね、スチール用のカメラマンさんと動画用のカメラマンさんといっぱいいて、なんか密着が入ってたんですね。その時急にカメラ向けられてガチガチで喋れないみたいなね、初めての動画とか私見返さないくらい恥ずかしいんですけど、喋ってないし、なんかカメラじゃない方を見てるんですよ。なんか下にあったよね。そう、なんか最初の時カメラの下に私たちがどう映ってるのかっていうモニターとかがあって、カメラじゃなくてそっちに目がいっちゃって、最初の動画とか見返してもらうと、私たちカメラの下をこうついて喋ってるんだよね。そうだから今はすごい成長しましたね。カメラ見て喋れるから今ね。メイもね、司会進行すんごい苦手だったんですけど、今じゃ任せろって感じで、結構おしゃべりできるようになったんじゃないかな。見ててどうでした、視聴者時代。え、なんかもうみんな可愛いなーって。なんかあーいろんな企画もあったからね、ファッション企画とか、でも一番てのが、その密着企画の時に、朝起きた時間が一番遅かった人が変顔っていうのがあって、あったね。めいちゃんが一番遅くてガチな変顔してたのが、見ても変顔とかしませんからね。それが本当に印象的。早く起きて自信あったんですよ、あの初撮影の日。しかもその日卒業式だったんです。卒業式の準備とかしてめっちゃ早起きした自信あったんですけど、地方から来てる子もすごい多かったから、比べるものにならないくらい遅かったらしくて、結構いろんな企画してきたからね。よみうりランドとか行ったし、あれすごい楽しかったね。お化け屋敷がマジでめっちゃ騒いでた。本当にね、お化け屋敷さ、せいちゃんとさ入ったんだけどさ、せいちゃんがマジで心強かった。もう強そうだよ、大丈夫大丈夫って。楽しかったよね、でもよみうりランド。いいね。行けなかった。行けなかった。でもお化け屋敷入ることになっちゃうよ。あ、じゃちょっとやだ。やでしょ。でもちょっとやだ。ロケ撮影結構ね、最初の方あったけど楽しかったよね。メインは出てないけど、体育館に女の子とか出てた。やった。学校みたいなで踊ってみたとかも結構やったよね。メインたちが入ってからは何を撮った？好き好き星人と何でしたっけ、あのクリスマスの衣装着て、じゃあわからきうそうそうそう。メイはセリちゃんと、セリちゃんに教えてもらって30分でラブライブ踊ってみたっていう、ダンス苦手なメイが頑張った動画だったり、ドッキリ企画とかもやったね。学力調査、抜き打ちテストみたいなやばかったですよね。
何千ゼロでしたっけ。ドッキリのが100で、ドッキリのがガチのガチのが打ちがゼロ。ゼロガチで面白いガチのゼロを取ってたんです。すげえびっくりした。いや私が一番びっくりしてた。あのごめん、なんかそこ間違えるんですか。待っちゃった結構常識問題持ってきてくれてた、すごい惜しかったの。全部なんかあ言いたいことは分かるっていう感じだった。そんな企画もあって、でマリアちゃんもねオーディションに入ってきて、オーディションどうだった、ドキドキバーって並んでたね、たくさん超怖い。怖いよねオーディションって。もう審査員の人がさこうバーって見てるとこでさ一人で何かするってマジで怖くない。なんか最初のさイメージすごくて、なんか入ってきた時と今のイメージが全然違う。なんか初めての動画でさ私たちが質問していくみたいな動画があったんですけど、好きなタイプは坊主、違う坊主じゃない短パンで、そうって坊主で押し切ってたんですよ。爪痕残そうと頑張ってたでしょ。坊主とバリカンキャラで行こうとしてて不思議な子が来たなと思いながら。え結構まともでしょ。そうびっくりしてたから今、なんか最初はもう本当に不思議な子が入ってきたなって思ってたんですけど、あのいつも撮影現場来ると勉強してるんですよ一番に。だからギャップすごいよね今。めいちゃんも初めて見た時と今の11号もめっちゃなんかしっかりしててしてないわ。違う違う言ってるんだけど、めっちゃお姉ちゃんキャラ、うん、お姉ちゃんキャラなんだけど、うん、勉強してると思ってた。それこっちでできないみたいな。できるから基本的にとか。下から2番目下から2番目何がよしそんなのダメだよ。だから言わないようにしたのに、だって何で聞いてくるかな。分かんない。何も聞かなかったことしてください。ディズね、下から10。言うてしまう。あんまバカにできない。なんかメイちゃんだから面白い。あ、そういうこと。ユナだともう分かっちゃうじゃん、うん、バカだって。うん、そんなん違う、メイちゃんだからもういいよ。いつもそう、なんかめっちゃしっかりしてる。あ、でもいいでしょさあ、もうなんで何人の人に見えてか。マリアちゃん逆だよね、なんかちょっとおちゃらけてるように見えて、めっちゃしっかりしてる。結構だからね、最初の時にギャップが見えてるよね今、うん。でもね、そんな中ね、毎回温かいコメントをくれるイティスさんがいて、ありがたい。本当に心強いね。元気になれたよね。だからね、しばらく動画が更新されずで、ちょっとコメントとかも送れなくなってしまうけど、今日のこの動画にもいっぱいしてほしいし、しかもインスタ、そう、インスタも TikTok も私たち個人のアカウントあるので、ぜひ覗きに来てくださいね。コメント待ってます、待ってます。 DM もね返事はできないんですけど、ちゃんと読んでるので送ってくれると嬉しいです。で、メイは夏休みにインスタライブをね何回かやろうかなと思ってるので、ぜひ通知入れて待っててください。やる？考えてなかった。メイちゃんの見に行く。あ、見に来てくれる。まずはメイちゃんの家に行きたいと思います。あ、じゃあお姉ちゃんの家に行こうと思います。じゃあそしたら3人でスパイになっちゃう。メインのアカウントで、そしたらみんな来てくださいね。来てくださいね。するか分かんないけど、メインは個人ではするのに。夏休みね、ちょっと退屈だなとか暑くて外出たくないなって日があると思うんですけど、その時はね個人の TikTok やらインスタやらぜひ見に来てください。はい、ごめん、聞いてくわ。あ、どうぞ最後にやっときます。YouTube の感想とか、ちょうど送ってきてくれる子がいて、いるよね。マジで好き。本当にいいですね。ありがとうございます。加工画のね、いっぱい来るよね。すごい、センスよすぎる。そう、作れない、あんなの。本当にそのうち、なんか、ピンクラってメンバーで作ってくれたりもするじゃん。ああいうの見ると、ああ、頑張ろうってなる。ピンクラのインスタの写真とかでも、うんうん、このピンクラッチ TV の切り抜きとかでも私たち全部見てるので送ってくれると嬉しいです。ちょっと最後ということ、最後ではないんだけどね、きっとまた再会する日が来ると思うけど、一旦今日で終わりですよということで、最後の挨拶していきましょう。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。